オリンの竹澤京子です。皆さんこんにちは、福田真一です。今度7月に、岐阜市の、サラマンカホールでギターの、福田真一さんとデュオ、リサイタルを演奏させていただきます。もう本当に素晴らしいホールでね、もう私昔からレコーディングなど使わせていただいて、本当に日本で有数のホールだと思いますけど、私にとりまして、ギターとのデュオのコンサートというのは本当に今までの、音楽人生の中で、ほとんどやったことがないという、私にとっては新しいチャレンジになるんですけれども、ここで竹澤さんのストラディバリウスと私のギターがどのようなこう音響になるかも今からとても楽しみにしております。当日、舞台上でバイオリンとギターとその音の重なりというんですか、それがどんな響きを作り出すことができる、そして どんな音楽的会話が、繰り広げることができるかという、そこをライブコンサートならではの、醍醐味というのが表現できればいいかなと思っていますけれども、そんなところを楽しんでいただければ嬉しいです。皆さんぜひご確認しに来ていただきたいと思います。どうぞお楽しみください。